皆さんこんにちは、しおのみはじめです。今回は299系の伊豆急で車に関する新しい動きについて皆さんに紹介していきましょう。伊豆急の299系にびっくりの展開がまた起きましたね。今回はその情報について皆さんに紹介していきます。まずは伊豆急の299系についておさらいしていきましょう。伊豆急の299系はもともと房総半島で活躍していた209系が売却されたことで誕生しましたね。この伊豆急299系はもともと房総半島で活躍していました。ちなみにこの電車、元田島の京浜東北線まで遡ります。もともとは京浜東北線でこの299系は活躍していましたが、量産先行車の故障がひどいことや、あとは E233 系の導入が決まったために209系の取得に状態が良かった中期から後期の編成については基本的に房総半島やその他の線区に転属していきましたね。内装については基本的にこの299系の京浜東北線通勤車と同じロックシートの使用を保ってますが、先頭車についてはこういう風にボックシートになってます。ボックシートについても部品は新品で交換されており、なんか JR 車は結構珍しく大規模に更新してますね。 JR って普段こういう風に座席の交換とか、あとはボケットの変更って基本的に転属をしてもしませんね。例えばですが E231500万台が結構わかりやすいですね。この電車はもともと山手線を走行しており、座席についても緑のボケットを使っています。ちなみに偶然かどうかは知りませんが、今現在紹介している房総209系の緑のボケットもカラーがそっくりですね。ただこの電車も今現在は総武線で活躍しており、車体の帯についても黄色に変更されてます。ですがボケットについては全然交換せず、山手線と同じ緑カラーを踏襲しています。まあ京葉線みたいに新車なのにボケットのカラーが従来の青カラーのワンっていうパターンもなくおりませんが、ただ一方で JR で基本的にこんな感じで車両を更新したり転属する際にほとんど改装しません。この内装の使用感もよくわかりますね。ただ残念ながら中間車については、まあ、特に変更されておらず、普通に従来通りなんか車内はロングシートもあり、特にボケットも交換されたため、なんか特別なんかすごい更新をしたって感じは中間車からはわかりにくかったりしますね。まあ一応トイレがついたっていう工場ですが、先頭車みたいに座席のボケットからあとは基板まで全部交換するとか、そういうレベルですごい大規模に変更したってわけではないんですよ。結構この点が209系の更新の中でも結構珍しいメニューでしょうかね。なんだかんだリニアされたってこともあって、2021年までは更新車がみんな活躍していましたが、 E131 系と運用を交代したため、残念ながら6編成に余りが出ました。2021年春の改正で E131 系が内房線外房線の末端区間や、あとは鹿島線でワンバン運転をして導入されたため、209系からも結構運用が整理されて、その結果64編成の要素が激減したんですね。この結果として残念ながら一部の64編成の209系は実際に廃車になるなど結構かわいそうなことがありましたね。ただ一方で44編成の209系については、むしろ若干運用数が増えたので、そのおかげもあってか若干64編成が余裕編成というケースもありました。一応こんな感じで結構209系って2021年以降に余りが結構出ました。まあ、元から E3 式を導入して、バッタンカーの209系が潰れるため、その分が余るってことは、露骨に明白でしたけどもね。なお、伊豆急に対しては、すでに、第一陣として、209系が64編成1本、渡っているんですよ。今現在伊豆急でお休みしていますが、来年頃から運行開始することも分かっています。伊豆急の売却ってやっぱり、結構意外性があって、実施当初はみんなびっくりしました。そもそも209系って寿命半分とかそういうフレーズもあってか、もともとはそんなに耐久性が高い車ではなく、やっぱりちょっと老朽化しやすいとかそういう問題を抱えていないかっていう風に言われたんですよ。まあ実際これは半分正解ですね。特に初期車とか量産先行車については、京浜東北線で引退する前から結構脆かったですし、特に加重性については後に台車の問題とかも判明しますから、まあやっぱりやだかないって、初期の209系は量産先行車は特に、まあ脆かったんで、確かになんか耐久性が低いってイメージは半分あってますね。ただ一方で、房総半島やってきた中期車から後期車のグループについては実はそこまで老朽化しやすいものではありません。もちろん更新工事で細かい内部の面で補強されている可能性もありますが、その以前に209系は途中から外板が厚くなったって噂があります。209系の製造中に実はこういった7番型っていう209系モノキュール電車が作られたんですよ。この電車は見た目から分かる通りこのように209系ベースで作ってますが、車体の厚みとかそういう耐久面については209系より向上しています。ちなみに同時期に登場した E2 だけについても同様に外板の厚みが若干増しています。まあそういうこともあって、実は209系って
この1994年から5年くらいかけて外板が厚かったって噂があるんですよ。まあこれは公式情報じゃないんでどこまで本当で信じているのかはしませんが、特に妄想半島に渡った編成については先頭車除いて基本的には E27 系製造開始以降に作られた電車で搭載されたので、要するに29系のうち暴走半島の電車ほとんどが耐久性が高い中期車か後期車っていう風に考えることもできるんですよ。特に技術性はなんか結構ロボットとかの採用とかによって1995年以降本格的に稼働する工場ですが、この工場で作られた29系については加工精度が良く耐久性も高いっていう風に評価されてます。このことから実は29系の製造途中に革命が起きて耐久性が途中からガラッと変わったっていう印象を受けますね。特に技術者の製作所のロボット化による結構高い加工性能ってのは本当だそうで、やっぱりこういう事情もあって意外と暴走29系って寿命半分と言われる設計だが、実は結構耐久性は寿命半分どころか寿命2倍の可能性もあるんですよね。まあ実際とこう寿命半分って本来は耐久性が半分ってよりもなんか13年使ったら減価償却か終わってくれる低コースでしたっていう感じのニュアンスですから、まあ確かに耐久性は実は強かったりするっていう噂もあながち間違いではないのかもしれませんね。なお今現在伊豆急の第一編成は伊豆高原の電車区の中で編成を回されて何かしらの準備をされている状態ですが、ここからは新しく分かったやばい情報について皆さんに紹介していきましょう。伊豆急29系の第二陣が実は最近判明しました。今現在1編成線伊豆急に売却されてますが、もう1編成が誰かっていうことが分かったですよ。これはおそらくですが C61 編成っていう風に思われます。なぜかっていうと、なんと C61 編成って JR 号を外されてなんか44編成達成されたりと結構明らかに親って動きを見せています。このことからなんか明らかにもう JR のものではなくなって伊豆急のものになるっていう感じですから、なんかもうほぼほぼ怪しいっていう風に感じますね。このため C61 編成がおそらく今現在伊豆急に渡ろうとしないかっていう風に思いますね。実はこの44編成化って JR 側でも公式で紹介されており、 C61 編成が明らかに44編成で伊豆急に売却されないかってことが想定できるんですよ。ちなみに C61 編成は全部東急車両製ですね。なんとまさかの東急の子会社である伊豆急に東急で作られた29系が売却されっていう面白い展開になりました。ネットでもなんか昔もう1編成目は東急前の電車だったら面白いなっていう風に言われてましたが、まさかの東急の編成がやってきましたね。1編成全部東急車両製です。ちなみに東急製ってことはあって29系だから結構古い方で、やっぱり JR 側もなるべく新しい編成を戻っている気持ちがあるのかもしれません。ただ東急は実は川中と違って噂では寿命半分の設計を無視したとかそういう風にも言われています。まあ本当かどうかは知りませんが、実際同じタイミングで作られた川中製の29系は全部スクラップになっているのに、なぜか東急製の29系だけ一部暴走半島にいたいと、まあやっぱりなんか東急の方が耐久性とかそういう面で優れているかもしれませんね。まあとはいえやっぱり東急グループの伊豆急が東急電車を JR から買うっていう、また買い戻しって感じでしょうかね。東急から JR に売られて、そして JR から東急に戻ってくるっていう感じで、これまた面白い流れですよね。昔海外に譲渡した丸の内線の古い地下鉄車両が日本に戻ってくる感じでしょうか。まあ、地合いついたどちらかっていうと、リババルとかそういう種も強そうですが、今回の29系は単に実用的に使っていくって感じですから、個人的に結構びっくりだなっていう風に感じます。他にもこの公衆層でなぜか、6両編成の電車を4両編成に短縮していることから、おそらくですが第1編成も4両編成で運行するかっていうことが想定されます。もともと第1編成は6両編成で売却されましたが、多分4両編成でバラしてるんじゃないかなっていう風に考えますね。ちょうどさっき紹介したように、伊豆高原の中で実は29系バラされており、もしかしたらこのバラす工事っていうのが4両編成運行するためじゃないかっていう風に考えられます。最初はもしかしたらワンチャン伊豆急の8000系みたいに、6両編成をサンタスさんに分割して、魔改造するんじゃないかっていう噂も立っていましたね。ただ実際は、連結機についても変更されており、また、連結については今回の第2編成については、JR 構内ですでに撤去されており、伊豆急で運行する際には、連結はしないっていう方針になったというふうに考えることができるんですよ。もし僕の場合だったら、29系によって、運行形態が結構ガラリと変わる可能性があります。おそらくですが、伊豆高原から、南どっかについて4両編成2本で、マカロン形態になる可能性が結構ありますね。場合によってはワンバン運転対応にして、ワンバン運転する可能性もあります。一応伊豆急は、今現在、伊豆高原から北では、
まあ、伊東方面について6両編成。一応、伊豆高原から南の、伊豆急島田方面に対しては、3両編成を行するという作用が一般的です。今現在、伊豆急の8000系が3たす3で運行しており、伊豆高原を境に切り離したり、増結するという方法で対応しますが、まあ、リゾート21という例外はありますけれどもね、まあ、とはいえ一応今現在はこういう形態です。ただもしかしたらダイヤ改正後は、伊豆高原での分断が増えるかもしれません。2枚休憩の運用を、伊豆高原から伊豆急下田間に的を絞って運行し、これによって伊豆急8000系の増加計算機を減らします。こうすることによって人件費を抑えられるので、運用の合理化という名目で2枚休憩運用編成が全くから活躍する可能性はありますね。運行本数的にもちょうど設定はしやすそうなんで、こういう運行形態な可能性はありますね。ただ一方で、熱海から乗り入れていく、もしくは熱海に行って乗り入れる運用があるのかについては結構気になります。もしかしたら早朝深夜時間帯に4両編成で運行する可能性もありますね。一応昔伊豆急では4両編成で熱海に行く運用もあったので、まあ可能性としてはありえそうですが、その一方で209系4両編成で本当に輸送力は大丈夫かっていう心配はあります。このあたり結構気になりますね。一応こんな感じで運用日や両津の面では結構分かったことがあるですよ。ただ運用面についてはまあ違う可能性も全然ありますけどね。ただ一方で両数の面では明らかに4両編成で売却しようとしていることから、おそらくですが4両編成2本で伊豆急線内は来年から運行するんじゃないかっていう風に考えることが妥当でしょうかね。ワンチャン4たす6とかそういう編成もありえそうですが、多分これまでの流れ的に4たす4の組み合わせで動かすんじゃないかなっていう風に考えます。ただその一方で単に両数や運用面以外でも伊豆急209系について新しい情報が最近判明しました。なんと最近伊豆急209系は東急8000系を代替ということが判明しましたね。実は J トレインのボリューム84っていう結構最近登場した方によると、老朽化していた8000系列車の代替としてトイレ付き通勤型列車を探してたっていう風に書いてました。そして実際209系を2編成ており、またこの209系はトイレ付きの通勤型っていう風に考えることができるため、おそらくですが多分8000系を交換するために209系を導入したという風に考えます。伊豆急8000系って結構平成によっては露骨に古くて、大丈夫だろこれっていうぐらい年齢が一定の平成もあったりして、確かに早々新車を導入して代替する時期としては適切かもしれません。いくら中古車が多い伊豆急とはいえさすがにちょっと古すぎるため、東急8000系の初期の平成を交換しようっていう発想はあながち無理なものではないっていう風に考えます。だからこそこの209系が東急8000系の初期の平成を交換するために導入したって考えたら、あながち無理な話じゃないかなっていう風には感じますね。ただ一方では懸念点もあるんですよ。それはやっぱり内装グレードでしょうか。もしも仮に209系に変更された場合、結構内装のグレードが劣化します。先頭車両については木工シートって感じで、中華車両はケラスとかが嫌がりそうな硬いロングシートですね。座席のレイアウトはもしも仮に変更しなかった場合こういう風になってます。もしかしたら座席のレイアウトが変更してるかって噂はありますが、まあこれはさておき、今現在伊豆急8000系は一応中間車も先頭車も半分とはいえ、ニューレッドアロー号の座席を転換クロスシートからボックスシートに切り替えてリクライニングを停止した上で使っています。ニューレッドアローといっても一応古いバージョンの座席ですが、とはいえ特急型のシートをそのまま使っているため、まあ相当従来でしたより座り心地はいいんですよね。まあとはいえ半分は従来のロングシートって感じで、ロングシートについては従来東急の古い列車って感じですが、とはいえ基本的にはやっぱりこの伊豆急のレッドアロー号が回ったすごい座席があるため、これをもしもただのロングシートに交換したら、あまりにも内装グレードが下がっちゃいます。JR 東海でも315系が導入されて、転換クロスシートが走ったのに、それを全部交換して、オールロングシートしてじゃないかっていう可能性がありますが、あの制服については一応元から結構211系っていう、ロングシートでしゃがましてたため、まあ確かに、ロングシート化するのは、まあ目に見えたっていうふうにも言えますね。ただやっぱりちょっとロングシートにすると、接客設備が結構劣化するっていうふうにも言われており、ちょっとこの手が心配されてます。伊豆急についても同様に、209系したら結構内装が劣化するため、これ平気なのかっていう風に言われてますね。ボックスシートの数も結構減っちゃいますし、また、内装の約半分が、オールロングシートでしかも、このシートって209系時代から変わってません。編成によっては結構シートも、背もたれを中心に結構なんか、色あせており、ちょっと大丈夫かなっていう風に感じる面もありますね。なんだかんだボケットさは交換しないため、やっぱりちょっと色あせて老朽化している感は、否めません。伊豆急8000系は古いでしたとはいえ、座席についた伊豆急来てから交換してため、なんだかんだ言って、めっちゃ高価なボックスシートとかを搭載しており、実は見た目に反して意外と高価です。ただやっぱり209系になっちゃうと、結構内装設備が従来よりも大幅に劣化する危険性があり、この点が結構懸念されてますね。
209系売却当初は、高周数でちょうど6両編成の209系がやってきたところもあって、同じ6両固定編成のリゾート21が代替されても言われてましたね。なんだかんだ言ってリゾート21って、足回りは抵抗制御で、しかも、車体は普通構成車体って感じで、製造年数こと東急8000系より新しいですが、その一方で、まあやっぱり海沿いってこともあって、リゾート21の方が引退すればかっていう風に言われました。すでにこのリゾート21って数編成引退しており、可能性としては結構あったんですよね。ただ一応今回、新しく J トレインという資料によって、伊豆急8000系を交換するために、209系がやってきたことが判明しましたね。なんだかんだ言って実は伊豆急の209系って、平成によっては、1970年から74年が東急で生まれた年って感じで、寝た時に本当に50年近く経ってる電車が結構あるため、まあさすがにちょっとボロさが目立ってきちゃうから、209系を置いて対応しようっていう発想は、ある意味自然とも言えますよね。まあ要は、やむを得ない判断とも考えます。このようにして伊豆急の209系の真相が、徐々にですが、見えてきたなっていう風に個人的には感じました。というわけで皆さん今回話を聞いて、どう思いましたか？もしよかったらぜひコメント等書いてくれると嬉しいです。コメント数さえぜひクリーミーって単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは、鉄道に関する新しい情報や、未来に関する推測情報も発信しますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れずみてくださいね。というわけで今回はこれで終わりましょう。バイバーイ。おまけとして、当チャンネルコメントが来たけれど残念ながら、消えちゃったコメントについてちょっと返答しようかなっていうふうに思いますね。なんでこのコメント消えたのか不明ですが、一応名前隠したまで紹介するとこんな感じですね。皆さんはこれを見てどう思うでしょうか？もしよかったらコメントで書いてくれると嬉しいです。ちなみに私の返信としては、なぜひどいと思ったのですかっていうふうに書きたいですが、残念ながらそのコメントは消えちゃったので返信することはできません。YouTube 側が AI で消したのか本人が消したのかは知りませんが、せっかくコメントを書いたのに、消えちゃったのはなんかもったいないんで、ここで紹介しました。というわけで今回の、私のコメントに関するわけはおしまい。